どうもこんにちは、たっかきっちです。さあ今日から始まりました、やめられない止まらないコラボね、かっぱえびせんイベントなっております。この釣りイベント、もうめちゃくちゃ大人気な釣りイベント、まあ最近ねちょっとね始めた方、まあ、今日はねしっかり見てってください。このイベントのすごくね有用性のあるこのイベント、どんなイベントなのかっていうのをね今日はご紹介していきたいと思います。最近ねちょっとねオールインワンパッケージ 30% オフもねちょっとねセールやっております。まあ復帰税だとか、まあ始めた方、まあ結構多いと思うのね。まあこれね釣りイベント、まあ毎回ね大人気なわけなんですよ。まあっていうのは、はい、報酬がものすごくいい5種類の報酬がこれ用意されているんです。まずはサイズ別報酬、そしてランクイン報酬、そして最大ランキング副賞、そしてピタリ賞、そしてみんなで達成する全体報酬、まあ、こちらのね5つのね、種類の報酬があります。まあ、皆さんねこぞってね何をそんな熱くなってるかというと、これねこの報酬のランクイン報酬、これ1位から200位までね特別な、まあ、報酬があるんですよ。1位から200位の各ランクインの中でも報酬がまた別々なんですけど、これねこのマンタプリズム200位以内に入れば必ずこのマンタプリズムっていうのは全員もらえます、等しくね。まあ、全員といっても200位なんだけどね。まあ、マンタプリズムをねその辺のフィールドでちょいちょいと乗ってると、ああもうみんな羨望のまなしで見てくる、もうわマンタプリズムこの人乗ってるすごいっていうような、まあ、特別な目で見てくる、まあ、いわゆる優越感に浸れるよね。うん、もちろん順位ごとの報酬っていうのが違うので、まあ、1位とか2位とかね狙ってきたいよね、狙えるもんだらね。なので、まあ、ランクイン報酬ね皆さんこぞって熱くね頑張ってやってるんですけども、まあ最近なんだろう、まあ、防衛軍しかりね、そんなね一定数だけがもらえる装備ね、アイテムなんて必要ない、みんなが等しくもらえるようにしてくれっていうようなね、まあ、声が大きいのか、まあ、運営さんがね気使ってるのか分かんないけど、まあ、やたらとね足並み揃えたね報酬しかない、まあ、面白みのない報酬が多かったからですからね。ところがどっこいこのね、はい、ランクイン報酬、まあ、運のいい人だけがね生き残る、運のいい人だけがいい報酬をもらえるといったねイベントとなっておりますのでね、こんなランクインしてねマンタ泥棒を持ってた日にはねものすごい目でこの見られる優越感に浸れるといったようなねイベントとなっておるので、まあ、みんなこぞってね熱くね頑張っているイベントとなっております。そしてもう一つね優越感に浸れる報酬がこちら、このピタリ賞。うん、ぴったりねその大きさを釣るともらえる、賞金と報酬となっております。ちょうど810センチかな、やめられない止まらないといった意味に込められてるこの810センチメートルを釣るとタコメットの釣り竿を釣ることができます。で前回までに釣られた方はね、2回目釣ったら黄金の花びら5個、まあいわゆる50万ゴールド、ちょっとしょぼいよな、うん、これをもらえることになりますが、このピタリ賞ね、本当にねなかなか釣れない、うん、僕もねなんとか2キャラで釣ったのかな、その他のキャラは釣れなかったんだけど、これもなかなかね810センチちょうどねピタリ賞がなかなか得ることがないので、これを持ってたり、わピタリ賞釣れたよって言ったらみんなからねもう下打ちがね、こう、あ、下打ちじゃないね、賞賛のね、拍手がもらえるといったね、この報酬となっております。そして最大ランキング副賞が、まあ、リアルでね、リアルでカッパエビセのセットがもらえるといったね、まあ、賞金もあります。まあ、これが1位から ランクインした、人かな、1位から10位までに入った人かな。うん。で、そして、みんなで達成する報酬、全体報酬ね、いわゆる、まあ、それもね、ご用意しておりますが、ちょっと高木ちゃん。僕あんまり釣りとか興味ないし、そういうね競争率があるようなね、もう煽られる、競争心煽られるようなね、イベント参加したくないよっていう方、まあ特になんですけど、初心者の方、まあ初めての方だとか、まあぜひともちょっとやってほしい、釣りあんま興味ねえからなって思ってる方、まあでその中で先ほども言った初心者の方は特になんだけど、この報酬だけもらっといて、この報酬ね、うん、サイズ別報酬、これね首一件20枚ね、
法事の香水4個。これね、初心者だと法事の香水なかなかね手に入手することがないよね。こういう期間限定のイベント内にこのね、レアな法事の香水の、報酬を置いてくれてるのね。これはねもらっといた方がいい。まあ、さらにメタルの迷宮招待券もあるし、常連禁止なんかももらえるしね。うん、特に780cmの、カッパエビ系の帽子、これね期間限定で、多分今後ね、まあ、課金でも多分出ないと思う。さらにはプレゼントチケットでも交換できるようなものでもないと思うので、1回取るだけでおしまいなので、780cm 結構簡単に釣れる、うん、ので、これだけは攻めてもらっておいてほしい。でさらにサブキャラとか合わせてやると、このエルフの飲み薬ね、これ送ることができます、郵便でね。エルフの飲み薬はなので、キャラが多ければ多いほど ×3 なので、相当なねエルフの飲み薬の、アイテムをもらうことができます。まあ今だとバザーにすぐでも多分ねみんな取ってるので安いと思うんですよ。で、6.5 後期かな、まあその時にエンドコンテンツ、さらにね新しく聖守護者、4かな、デルメゼ4、バラシュナ4といったものが、来ます。エルフの飲み薬がもしかしたら値上がる可能性が大なので、まあ、その時に売ればかなり儲けることができますので、これはね、キャラたくさん持ってる人は、できれば808センチ、これね、釣ってほしい。うん、釣った方がお得です。そしてさらに余裕がある方は、エビセン報酬。これももらっておいた方がいいかな。ここにも宝珠の香水があるし、さらにエルフの飲み薬25センチあります。で、ちょっとね、実はこのエビセン宝珠ね、釣れるキャラだと結構釣れるんだけど、釣れないキャラだと2時間やっても3時間やってもなかなか釣れなかった。エビセンね、なかなか釣りにくい。うん、まあ、運がいい人はすぐ釣れるけど、釣れない人はなかなか釣れないっていう報酬なの。なので、ちょっとね、これ、エビセンを狙ってがっつりやるぞっていうと、ちょっと精神的に病む人がもしかしたらいるかもしれないから、まあ、気持ちね、軽く考えておいた方がいいかな。うん。でね、僕はね、もうスペシャルフックビッケ27センチの最大サイズはもう諦めた。まあ、いらないもん、10枚。最悪。うん。まあ、あのね、スペシャルフックビッケ、今ね、花が高くなってるから、お花がね、お花の値段が。なので、そのスペシャルフックビッケ引いて、金策、お花で金策っていうこともできるから、できれば最大サイズ27センチまで以上はね、釣ってほしいんだけども、まあちょっとしんどいよ、高木ちゃん。エビセンなかなか釣れねえんだよっていう方は、もう、エルフの飲み薬ぐらいでいいと思うんだけどね。無理して釣らなくっても、うん、こちらの報酬は。まあ、さらにね、これ、報酬をもらうだけがいいことではない。実は、これね、このイベント、釣りのね、経験値を稼ぐにもってこいのイベントなんです。まあ、もうね、レベルがね、後半行ってるんだよとか、もうすぐ50行くだよっていう人は、まあ、そんなに経験値ね、稼げないからなんだけど、例えばね、初心者の方もそうなんだけど、僕、私、釣り一切手出してないよっていう方、うん、ここでね、割とレベルが上げることができます。うん、釣りレベルをね、ある程度がね。なのでちょっとね、経験値まだレベルに育ってないよという方は、まあ、ぜひともね、これで経験値上げてみてください。さらに、経験値だけがもらえるのが全てではない。こちらね、僕もサブキャラね、このアイテムをねもらうことができました。これね、使うもの、これ翡翠の鍵、そして釣り浪士の石。初めての方、この翡翠の鍵ね、宝箱で木の実だとか、メタキンコニンだとか、スキルブック、さらには、装備、アクセサリーね、そういったものがもらえます。かなり大事なアイテムね。うん。そして、ルーラストーンももらえることができます。ので、こういった貴重なアイテム、まあ、もしくはこの釣り浪士の石なんかすごく便利。うん。釣り浪士の石を持つことによって、このね、バシッコバンリーちゃんのもう目の前の、ここの場所にね、来ることができますので、この釣り浪士の石、翡翠の鍵を取るためにこのイベントを参加して簡単に楽に取れたよっていう方もいるので、ぜひともこれ参加して取ってくださいといったような、はい、まあ報酬以外でも得れるものはたくさんあります、この、イベントね、このイベントを通じて。なのでぜひとも、もうぜひともこぞってね参加をしてください。さあ、ということで、こちら、このタカンがね、やっていきたいと思います。このレベル、釣り14レベルね。うん。ちょ、高木ちゃん、釣りレベルって関係あるんですか？このイベントっていう質問があったんですけど、実はね、イベント、まあ、レベル1からできるんですよ。まあ、初心者の方は本当にすぐできます、このイベント。ただし、レベルがね、やっぱりね、上がってた方が有利。っていうのはやっぱり有利だね。
うん、っていうのはやっぱり引く力が強い、釣りのね釣り上げる回転率が違う。やっぱりねレベル50まで上がってる人とレベルね、1とかまあ1桁台の人と比べるとその釣りスピードが全然違う。さらに、パッシブ効果としてキングが釣れやすいだとかっていうもの効果があるので、ビッグが釣れやすいとかあるので、まあ、限りなくね最大サイズの魚を釣り上げることができますので、まあレベルもちろん上がってたはいいんですけども、まあ最終的にはねやっぱりねそこは運ですからね、釣れる人は釣れるし釣れない人は釣れないです。うん、まあ、なので自分の運をねちょっとね信じて、まあ、釣り上げてみましょう。はい、ということでねやっていきましょう。はい、てなわけでねやってきたのはドアチャッカ大陸ゴブル砂漠。うわ来たねこれ、うえ来た、ちょっとね絵面的にシュールなんだけど、エビがさアニメっぽいからさちょっとシュールすぎるよなこれ。こんなんリアルでね、上めき散らかしてたらちょ怖いよね、こんなエビどもがね。そんなね、だいたいね、5、600メートルクラスのね、エビがこんなん釣れるわけですよ。恐ろしい世界ですよ、これ。今回ね、釣りができるところが、ドアチャッカ大陸とプクランド大陸のプクレット地方、そして上田諸島のミューズ海岸の3つとなっております。この3つ以外では、まあ、どうやったら、どうあがいてもね、釣れませんからね、ちょっと気をつけてくださいね。で、竿を装備してるね、OK。で、ちょっとね、僕間違えたんだけど、旬のこのルアーと旬の釣り竿、この2つしっかり装備しないと、旬の魚かかることができません。釣りね、できませんので、気をつけてくださいね。間違えてちょっとプラチナルアー装備してたよってね、そういうことにならないようにね、ちょっとお昼ね、やってたからね、僕。ずーっと釣ってて、なぜか小魚しか釣れないから、なんかおかしいなと、旬の魚釣れねえなと思ってたらね。うん、まあちょっとルアーが違ったっていうね、はい、まあ、811っていうね残念な、あと 1.1cm 大きかったなっていうね、まあこういうことが起きますからね釣りは。うん、はいね、はい、この本来ならちょうちんあんこ、ヒラメ、カレー、クラゲ、オウムガイ、シーラカンス釣れるんですけど、はい、ありがとうございます。一発目でエビ線、これなかなかないですよ皆様。エビついてるね、これやっぱりね ID 運っていうのがある。あんまりねこれ言うとね、ちょっと高木ちゃんまたね去年みたいにサーバー17サーバー17説みたいな、そんな定説を広げるつもりですかって思う方いると思うんで、ちょっと文句言われると嫌なんであんまり言いたくなかったんですけど、いやもう実際今釣れちゃったからね、ID 運あるに。もうね、ギリギリね、しながらね、悔しがってる方、中にはちょっといると思うんだけどね、高吉、チッつって、もういきなり釣れやがってってね、ちょっと思う方いると思うんですけど、ごめんなさい、ほんと釣れちゃって。すいませんね、いきなり。はい。いや、これね、まだね、参加してない方、どういうことって思う方、中にいると思うんですけど、これ釣りにくいのよ、釣りにくい人は。これね、まあ何が釣れるかというと、これね、はい、ドン。ちっちゃいエビセンっていうね、はい、ね、スペシャル報酬ランキングのね、一つのね、エビセンを釣り上げることができました。しかも 30.1cm、 あ、これノーマルだったんだな、 31cm からビッグだと思う。うん、これなかなか釣れなかったんですよ、僕の3、もう一つのアカウントのキャラでね、3時間ぐらい釣れなかったのかな。ところがどこかこれ高んね、はい、一発目で釣れちゃいました、ありがとうございますと。はあ、っていうようにレベルね、これ14なんですよ。うん、高いね。はい、14。ね。やっぱりね、まあ、レベル関係なくはないんだけど、運で釣れる人は釣れるから、こういう風にね。だから、初めての方、僕ね、まだまだ2週間前にやり始めたばっかなんですよ。そんな、ね、昔からね、初期組の人から比べると、そんなね、勝てるわけないじゃないですかって思わない方がいい。こういう風な大どんでん返しありますんで。はい、頑張ってちょっと釣ってくださいね。うん、さあ、まあ先ほどもちょっと出てきましたけどね、今年もサーバー17でね、ちょっとね釣りやすいんでしょうか、あれどういうことですかって、はい、去年実はですね、ちょっとね、サーバー、去年じゃないか、一昨年だっけな、まあ、前回のフィッシングコンテストで、ね、サーバー17でね釣るとね、ピタリ賞がね釣りやすいぞと、うん、前回の魚ねっていうような、まあ、噂をちょっと検証したんですよ。そしたら見事、あやきっちゃんが釣り上げることができました。あやきちかな？うん、あやきちだ。うん、あれ？高吉の方かな？うん。釣り上げることができたんですよ。おお、案外あるじゃんと思って動画化したんですけどね。まあ、ちょっとね、やっぱりね、ちょっとおお、乗り込めっていう人もいれば、お前、
ふざけんなよと。サーバーが重くなるからそんなことな、そんなことをいちいち動画化して言うんじゃねえよっていうね、お叱りのねコメントも たくさんあったんでね。まあね、ちょっとねまあちょっと懐かしいちょっと思い出なんですけど、苦い思い出なんですけどね、久々に、まあでもそういう一応定説はね、まあ信じるか信じないかはあなた次第ですからね。まあそういったもんっていうのはね、はい、小さいサイズ更新っていうね、はい。で今回、まあ、すでにね、まあピタリ賞もそうなんだけど、はい、実はねキングサイズすごい出てるみたいですね。まあ噂ではこのね1118センチ、これねすごいよね。なかなかねそれを聞いた途端ね、僕はね血の気引いたんですけど、そんな大きさ釣り上げる自信はないと。だいたいねまあ多いのがね560センチからね、だいたい817、8センチが多いのよね、平均的に。あ、だからビッグサイズキングサイズってせいぜいまあ800後半から900ないし、そんな1000もいくことないんだろうなと思ってたら、まず一発目899センチはい釣りました。じゃあ大きさはノーマルサイズ、ね、950センチでビッグですよと。で1118センチも釣ってる方いますよと。まあそういうことをちょっと聞いてね、あのねちょっとね俄然ねちょっとテンションが下がってきたんですけどね、こんだけ 何時間もね釣ってるのにね、僕一匹もねその箸にも棒にもかからないような大きさのねサイズしか釣ってなかったのでね、やっぱね海は広い、まあ、世界は広いというべきか、まあ、世界中はないけどね、ドラクエはね、日本は広い、海は広い、そんだけ釣ってる人いるんですよ、もうすでに2時間ぐらいで。いやだからねやっぱりねちょっとそんだけキングサイズビッグサイズするのはね至難の技なんですよ。まあなんだけど今みたいに運で一発目でね来る人はいるんですよ。だから諦めんな初心者の方、ちょっと僕は心折れかかったんですけどね、実は今日ちょっと途中でねもう、まあただね僕が思うにちょっとねそういうランクサイズやっぱり運で釣れる人も中にはいますが、中にはいるけど、やっぱりキングサイズね釣れる人っていうのはそういうのを全部乗り越えた人がね全部釣れると思う、釣れると思う。まあ見ててもそうなんだけど、やっぱりねあのこの781センチ、はい800ね、くすぶってますと。だけどたまにねとゴゴンとキングサイズが釣れるんですよ、まあそういうのを何時間も何十時間も何百時間も竿で言ったらね、まあ、10竿とか20竿じゃない、もうレベルがもう100竿1000竿なんなら万いくかな、万竿、まあ、それぐらいの覚悟でこのねイベントを乗り切れる、まあ、覚悟をしてねイベントに挑む人がもうランク報酬がもらえるものではないかと、って思うと気が遠くなるよね。僕そんなにできないね、そんな1万本も竿を使って挑むことができないんですってね思う人ね、ねえちょっと心折れるよね。まあでも僕は頑張るよ。マンタが欲しいんです、マンタが欲しいんです。みんなにね僕はどやりたいんですよ、どやしたいんですよ、マンタ、あの人マンタ乗ってる、すげえってね後ろ指ねこう刺されたいんですよ。後ろを見たらねあのうわ羨ましいって顔したねあのプクちゃんたちがねこう3、4人ぐらいねこう見てる最中、マンタドルボでねこうキュイーンっていくっていうね、もうそんな世界をね想像してるとねドーパミンがねすごい出てくるよね、うわっていうね。まあだからやっぱこういうことなんですよ、オンラインゲームが楽しめるっていうのはそういうことなんですよ。人よりもう人が持ってないものを持てる、それを優越感に浸れる、これがまさにオンラインですよ。そんなもん足並み揃えた報酬がつまんねえんだよっていうね。はい、じゃあマンタドロボ頑張ってちょっと取っていきたいと思います今年は、今回はね、まあっていうかまあそういう競争心煽るようなこと言わないでよと、もうそんなこと言いたくないよ、そんなもうやりたくないんだよっていう方はちょっと最悪でもねこの報酬だけねしっかりもらってください、報酬ね。よいしょ、5個、さあ793、うわこれね800、807センチだかな、
808センチか。808センチ最大サイズ釣ればもう終わります。うん。808センチちょっと頑張れ。はい。ということでね、ちょっとね、見てください。釣ってたら、まあ、初めての初心者の人って、多分ね、この釣り袋、魚袋っていうのが10匹として、まあ、少ないんですよね、入れとける数が。うん。ちょっと釣ったらね、いっぱいになっちゃって、でも捨てるか。まあ、もしくはね、戻ってメダル交換するかっていうのをね、してると思うんですよ。まあ、捨てたらね、ちょっとね、魚メダルもったいないしね。まあ、戻るしても毎回10袋にね、入れてね、満杯になったら戻るっていうのがめんどくせえんだよ、高木ちゃんって思う方。ちょっとここでね、小ネタをお伝えします。はい、小ネタね。これね、はい、ってことでね、まあ、ちょっとね、真っ暗な画面が続くとね、ちょっと申し訳ないんで、高木の画面を用意しました。はい、ドン、こちらね、お出かけ便利ツール。こちらで、のぞみの釣り堀かな、うん、のぞみの釣り堀を開いていただきますと、魚袋っていうのを下、ほら、びっくりマークあるよね、黄色いクエスチョンマーク。びっくりマークか、クエスチョンマークじゃねえ、びっくりマークね。うん。これらを使って、魚コインに全て交換することができます、戻らなくても。満杯になって毎回毎回帰るのがめんどくせえだよって思う方は、まあ、これをしっかりね、こうやって、活用してもらえれば、もったいなくね、まあ、戻らなくてもいいし、捨てなくてもいいので、うん。なので、活用すれば、うまく使えると思います。ただし、気をつけてね、これで交換すると、最大ランクとか、最小ランキングとか、エビ線釣った数とかね、新しく更新されないの、大きさが。なので、最大サイズ、最小サイズ、エビ線の最大サイズ、最小サイズを釣った方は、しっかり、夏里さんにね、釣り老師夏里さんに話しかけて、更新はしてくださいね。あくまでもこれは、最大サイズを更新してなくて、満杯になるのが、ちょっと戻るのがめんどくさい、捨てるのももったいないっていう方のための救済措置なので、サイズをね、ちゃんと釣った方は、この夏里さんにね、話しかけに行ってください。はい、ってことでね、釣り回数あと残り10回あるんですが、報酬のね、ランク報酬はね、あ、全部もらえることができました。サイズ別報酬か。これね。なので、だいたい一竿で終われるぐらいなのでね、808センチ。割と簡単にいけるので、まあ、一竿だけね、ちょっとね、あんまりもう釣り興味ねえんだよとかね、思う方、一竿だけでいいんでね、やってみてはいかがでしょうか。うん。ちょっとエビセンも釣れたしね、エビセンはね、これ本当に運がいいだけだと思う。で、まあ、今回のね、はい、目玉商品、これね、はい、カッパエビ家の帽子、かわいくねえな、本当に。なんか、あれだよね、バルタン星人みたいだよね、これセミみたいだよな、でも、ちょっとなんか、セミにも見えるし、バルタン星人にも見えるしっていうね、ね。で、さらに、まあ、前回からちょっとね、溜まってたんですけど、これね、やっぱり先ほども言ったんですけど、これが非常に便利。うん。釣り老師の石を取ることができました。やった!これで、レンドア南のね、石かな。これを消せる。うん。これがあることによって、よいしょ、釣り老師あることによって、はいっと。こういうようにね、来れるのでね、端っことかにもね、はい、釣り老師直通ね。いや、めちゃくちゃ便利。まあ、なので、ドラクエ10ね、ちょっと始めたばかりだよっていう方は、ちょっとストーリーをね、ちょっとだけでストーリーをね、中断して、このイベントやった方がいいかもしれない。うん。かなりおすすめな期間限定のイベントになっております。8月13日までなので、まあ、良ければね、その時までにやってみてはいかがでしょうか?てなわけで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。